で、だから、じゃあ、その空間とかもそうやし、波やし、うん、質の高い低いっていうのがあるのと同じように、うん、時間にも質高い低い波なんやとしたら、うん、さっき言った、ずっと常にもう時間効率マックスみたいなものってありえないよねってわかるわけ、うん。それわかるね。だって波やんかっていう。それわかる、ね。だ質が高くなったり低くなったり、それはその時間そのものにね、うん、質の高い低いっていうのがあって、自分の時間にね。うん、で、それは、分単位とか、時間単位、うん、1週間単位、1ヶ月、年単位、10年単位とかのスケールで、うん、そういった波っていうのがあるんやな、うんうんうん、と。その空間の質の高い低いと同じように。はいはいはい。常に波。で、捉えたら、うん、その流れに抗うんじゃなくて、うん、何するべきかと、そういうのがすごく大事なんやなって、はい、いうことになると思うよ。確かに。死ぬ。抗うんじゃなくて。うん、死ぬほど波低いエネルギー、質の低い時間帯に、むちゃくちゃ頑張って気合でやろうとしたら、うまくいきにくいし。うん。いきにくいし、それ無駄にエネルギー浪費するやん、燃費悪いですね、みたいな話やと思う。でも大体なんかみんな、その、抗うから、それに対して。だから、なんか成果出えへんなとか、効率悪いな、失敗するなとかって言って、なんか不幸になるというか、はい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 。感情的にもやっぱさっき言ったようにぐちゃぐちゃになるとか、悩むとか。うんうんうん。やと思う。めちゃめちゃあるわ、それ。うん。あるやん。だから、そもそも、抗うなんて無理やんっていう。というか、抗う必要がなくて、抗うって燃費の悪い行動やっていう風に、まあ、捉えないといけないというか。うんうんうん、いや、これ、ちょっとまた、ちょっと話変わるけどさ、変わらへんねんけど、うん、ナンパで言ったらめちゃくちゃそれがあんねん。この悩み。はいはいはい、はい。この、はい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 、1時間ナンパしてたけど、その、声かけ数少なくて効率悪かったです、うん。2時間やってたけど効率悪くて、もっと、声かけの効率とか上げて、時間の効率上げてみたいな、時間の、をナンパに使う場合の、その悩みめっちゃ多いねんけど、うん、今のと一緒で、ナンパやってる時間にもこの、波があって質があるって解釈したときに、うんやっぱ、あんまエネルギー乗ってなくて、やる気出てなくてっていう時に、無理して声かけまくっても意味ないし、抗っても意味ないと思う。自走してんねんったら、そうやってこう、整えたりせなあかんし。逆もあって、すごい質の高い時間にナンパやってる時になる時もあるんだよ。すごい自分のも乗ってきて、すごいトークも上手になってきてっていう。まあ、それがなんか仲いい人と合流してとかなのかわかんないけど、そうなる時に、この時っていうのは、まあ今日は1時間やるって決めてても、もっとやった方が良くて、その、核変入ってるみたいな時間の質の時やから、もう、核変終わるまで5時間でも10時間でもその時やった方がええねん。うん。いやのに1時間って決めてたから、まあその1時間は良かったってなって、うん、満足して帰ったりするんだけど、絶対やれって言ってて、そんな感じで、時間の活用をナンパに置いた時もすげえあるから、波に乗った方がいいし、抗ったらうまくいかへんしっていうのね。はい思い出しましたっていうね、カットインです。そう、だからなんか、何かをずーっとやったりとかっていう経験を続けてやったことがある人って、まあ日常的にやったことがある人って、なんか今俺が言ってることなんとなくわかると思う。確かに質の高い低い波みたいなのって時間にあるぞ。ある。勉強10時間やってても、その 10時間の中に波あるし。ずーっと例えば10時間やってても、そうそう。ってなった時に、それを、ずっと常にマックスっていうのを目指そうとしてる時点で、それってすごくエネルギー効率悪い、燃費の悪いことになってしまうから。だからといって、あ、じゃあ今なんか質低いんかなみたいなさ、変な解釈力発揮して、あ、低いんやったら今何もせん方がいいわ、あっそぼとかっていうのって良くなくて、低い時っていうのは無理にやるんじゃなくて、その時間の質を高める努力っていうのをすればいいって。それをやってると時間のその波に乗っていくっていう。言ってること同じやんか、低い時にその時間の質のを高める努力をすることっていうのって、その時間の質の高い低いのその波に乗ることとイコールやん。とかね、その低、その低い時間のままでもできる勉強とかあるもんね。例えば受験勉強って、そう真剣に机に座って鬼クソ頭使って解く数学の問題って波高い時、ね、質高い時にやることやし、逆にもうほんま質低い時間帯ってさ、寝っ転びながら英単語カードめくってるとかは向いてるわけやん、作業としては。むちゃくちゃエネルギー高い時に英単語カードを座ってめくりまくっててもね、ちょっともったいないもんね。そう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 。
え、でもじゃあその低い時でもできるようなことやるっていうのが、うん、自己の質をが高い、質の時間っていうのがを早く来させるというかさ。うん、そうね。だから波に沿ってるっていうね。波に沿ってるから。うん。うん、イコールそれはちゃんと高い時が来たらその高いっていうことを認識識別できて、うん、でその時にちゃんとすごい、うん、自分にとって効率のいい時間っていうのが過ごせるみたいなものやから。うんうんうん、だから結局今そうまた奥村は言ってくれたけど、うん、一般的に言われてるだから仕事効率化とか、うん、その脳科学的にどうだみたいな。で、うん、これに乗っ取ってて結局。ああ。だからよくなんかその、じゃあ朝の頭動く時間にみたいな、頭一番リフレッシュな時に、なんか仕事やったらクリエイティブなことやりましょうとかさ。うん。って言われたりするじゃん。そういう時に意思決定をしましょう。はい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 。あるね。うん。で、結局だから時間の質の高い時にそういうことしましょうって言ってるだけやし。そうやな。うん。もっと言ったらなんかその、じゃあ自然な自分に合った睡眠サイクルを見つけましょうみたいなものっていうのも、うん、今日その睡眠サイクルみたいなものってもうなんとなくその時間の質の概念っていうのを人間がその掴んでるから、うんうんうん、あそういうサイクル見つけることっていうのがなんか仕事に生きてくるみたいなことを思ってるのであって、うん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 、だから今言ったみたいな視点ですげえ抽象的だったと思うけど、うん、世の中の仕事効率化とか時間管理術みたいなものっていうのを眺めて、うんうん、まあ、ある種再定義して実践してみるっていうのがむちゃくちゃ根本的な解決策というか。そうですね。うん。むちゃくちゃ、あの、本質的な力がつくかなっていう。うん。そう、だから、まあ、なんか、うわ、いつの間に、こんな時間やねん、もう終わったとかって思うことないし、うんうん、普通にそれ淡々とは、もう、こんな時間か、みたいな、思えばいいしっていう。うん。そうそうそう。そうですね。泣く必要ないです。そう、泣く必要ない。泣く必要ないし、そこでなんか、謎に根性論出して、なんか、言うと波や言うてんのに、波に抗って、なんかこう、向かい風やけど、俺はやるねえ、みたいな。うん、その、抗って、それに向かって泳いでいくねや、みたいなって、うん、一番アホやん。ちゃんとそう、サーフィンしてなっていうね。うん、そうそうそう。時間って大海原やと思った時、なんか、うん、波にこいつ逆らおうとしてるって一番そのアホで。うん、結局、長い目で見たら、最初に力尽きるやつやん。うん、そうね。うん。と一緒で、うん、まあ、なんか、ゴルフで言ったら、むちゃくちゃ風アゲンストみたいなさ。なんでゴルフで言うねん。わ、うん、かりやすい。うらみたいなさ。はい、スピン量の多いさ、弾道の高い球なんて打たへんやん。あ、俺ら絶対風に勝つねんみたいなさ。スティンガー打つじゃないですかね、みんな。スティンガー打つやんっていう話だね。結局はね。一番最後分かりづらい球。一気に分かりぬくなった。もう今までの説明すべてを台無しにする分かりづらさ。そう。結論はだから、うん、結局、風が上げてる時ってスティンガー打つやんかっていうことどんな結論やん。そうそうそう。まあ、だから、うん、すげえ抽象的なところから言うと、うん、まあ、ハミラジらしい回答って言うとこんな感じかな。感じかな。まあ、最後に、うん。うん、なんか、手前味噌やけどさ。はいはい。ハミラジいっぱいね、音声、ラジオ音声いっぱいあるけど、ね、うん、時間の質、低い時、高い時、どっちにも対応したね、音声、それぞれ、もう色とりどりあるからね。うん。確かに。質、低い時に、まあ、例えば、作業用音声とかってするらしい。ちょっと、むずいさ、うん、結構理屈こねぐり回した回とかは、元気な、うん、高い時にね、聞いてる。だいたい俺が嬉しそうに喋ってる時。そう、話長い時ね。話。うん、とか、どっちもあるから、そのね、時間の質を、うん、質に敏感になるというか、見極める練習として、うん、あ、このニュアンスの時この音声聞いたらちょうどええな、とかなんかね、うん、そこで、はみ出し使ってもね、練習していただけるよっていうね。うん。ああ、確かに。うん。確かに。うん。手前味噌でしたね。何の宣伝っていうね。うん。やっぱ。だから、風上げてるときはスティンガー打ちましょうと。結局ね。まあ、それに応じた、うん、結論はそれに応じたハミラジオ聞いていただければや、と思いますっていう感じでいいかな。うん、そうですね。うん、はい。うん。はい。ありがとうございます。うん、はい。食い込んだと。バン食い込んでいただけたということで。食い込むになったと。うん、食い込む .com になったということで。ドットコムになったということで。はい。